今では私も一人前のアイドル、そのように自負しています。これはおごりではありません。私はただ心に決めているだけなのですから。今までもこれからもあなた様のアイドルとしてふさわしくあろうと。プロデューサー、本日の面談よろしくお願いいたします。まずは自己アピールから。いかがですか、プロデューサー。私、立派なオフィスレディーに見えますか。そうですか。でしたら良いのですが。いえ、サイズはちょうど良いかと。ただこの衣装を着ていると何やら普段と少し違うような、なんとも面はゆい気持ちになるのです。そうかもしれません。そのせいか、撮影ではどのような気持ちになればよいのか迷っている次第で。このような落ち着かない気持ちのままでですか。そのように褒めていただけるのは嬉しいのですが。あなた様は本当にイケズです。